こんにちは、ノーミルク佐藤です。今日は最近データ会が続いたので、久しぶりに遺跡会よろしくお願いします。まあ、クリスマス、皆さんクリスマスをちなみにいかがお過ごしなされましたかまあ、というかこの動画が出てる日で考えると今度は仕事納めの日だったりするんですかね なんとなくですけども、遺跡に関する話もクリスマスのところが、まあ、この中盤戦の一番こう大きな、まあ、ビッグステージだったところがあるので、29,30,31あたりぐらいからはちょっとゆっくりめというか、そんな感じになってくるんじゃないかなと思いますけど、26,7あたりで出た、えー、いろんな遺跡に関してはちょっと取り扱って今日は行こうかなと思いますので、えー、ぜひ皆さんどうぞよろしくお願いします。ということで皆さん、こちら。 見る若では喋らないかなってところだったりとか、よりデータ濃いものでやってったりだとか、ちょっとそっち側で話さないっていう話もやってきたりしますので、チャンネルのご登録のほどちょっとよろしくお願いいたします。あとベルマークも押してもらえると通知飛びますので、ぜひぜひよろしくお願いします。さて、今日の6人行ってみましょう。まずは1人目。 神戸から、なんと、びっくりしましたね、UAE エミレーツクラブへ大崎レオ選手の移籍が発表されました。まあ、なんとなく納得感はありますけどね、えーまあ、いくつか理由はあるなと思っているんですが、えー、この冬の移籍市場のところで言うんであれば、同じ中盤のところだとセレッソから鈴木徳馬選手。 まあ、あとは、セルティックっていうか、福岡っていうか、から、井出口洋介選手を、まあ、取るぞ、みたいな話になっていて、佐藤的には見るカの方で、まあ、山口ホタル、オア、え大木原または、佐々木大樹、まあ、誰かが出るんじゃないか、みたいな話はしましたが、まあ、そうなってくれたら、大崎選手もその人には確かに該当するな、というところはありますね。中盤と彼はセンターバックができる選手ではありますけれども。で、そんな、 大崎選手が行く先の UAE のエミレーツクラブ。なんか皆さん聞いたことありませんいや、それはエミレーツだから知ってるよっていう人いるかもしれませんけど、いやいや、そういうことじゃなくて。イニエスタよ、イニエスタ。っていう話です。夏にね、バルサ戦を6月にやった後、まあ、移籍された、まあ、イニエスタさんですが、それこそその彼が行った先が、UAE のエミレーツクラブです。なんで、大崎さんはイニさんとまた一緒にやります。そういうことになっています。で、そのエミレーツクラブですけど、 イニエスタさんが言ったから知ってるよって人もいるかもしれませんが、他にも実はね、あの皆さんは多分絶対知ってるだろうなレベルの人もいて、フォワードがあの、あれですね、えパコを歩かせる。聞いたことあるでしょうで。あと、ついこの間まで監督やってたのが、元神戸のコーチとかも経験しましたし、今治でも監督とかもやりましたあの、リュイス・プラナグマさん。彼が監督やっていて、 だったんだけど、そして意にも取ってきたんだけど、オワードンパコアルカセルなんだけど、ちょっと残念ながら、ここまで12試合やってきて、実はね、エミレッツさん、最下位なんですよ。1位のチームが12試合やって9勝3分け無敗、33得点15失点みたいな感じなんですけど、エミレッツはね、12試合、1勝2分け9敗なんですね。 14得点33失点。だざっくり言うんであれば、1試合平均、まあ1点は取れるっちゃ取れる。が、失点3。まあ、そりゃ負けるよね。っていう状態です。日本だったら、1試合平均2位超えたら絶対もう残留なんてできないだろうってレベルなので、なんなら3に近いですから、もうそりゃ相うだ感はちょっと否めません。 最近で言っても、約1ヶ月前に、アルワフダに14で負けたりだとか、あとね、アルワフリーかな ?07 で負けたりとかしてるんですよね。そりゃそうだろうっていうところがあるんですけど、要は、これなんとなくわかるのが、監督は一応ね、あの、本人からも、え、あの、ルイスさんからもお話があったからっていうので、まあ、退任という形になりましたが、もう、 どうか言ても最低限1試合1点は取ってるので攻撃陣として最低限の仕事をしているものの単純に言えばディフェンスの方ですよね1試合約3なわけですからディフェンスのその失点っていうところをある程度食い止め1位ぐらいまで持ってこれない限りは残留っていうかそれこそ2点取りに行くのかどうかってことにもただこれだけのディフェンス陣なら2点取りに行こうにもちょっと前と後ろが分断してる状態だからこそちょっとイニエスさんあたりに 誰かいいのいないっすかねみたいな話がチーム関係者から僕はあったんじゃないかと勝手ながら推測します。で、神戸を思い出し、英語できるやんって、まあ、帰国史上ですからね、大崎レオ選手。まあ、それで大崎選手に白羽のやって流れになったんじゃないのかなと、まあ、勝手ながら思います。まあ、もちろんこれが全然違う流れの可能性もありますが、 まあ他でもなく彼になったってところがやっぱり英語できる人っていうのはコミュニケーションある程度取れる人ってところで、そういう話になった可能性は今否めないのか否めないというかまあそういう可能性はとても高いだろうなと思っております。まあ、とりあえず大崎選手これからね。なのでシーズンもうすぐというか、あの一旦は中断期間には入りますけど、多分その間にただこれだけ連敗が続いているチームでもあるので、まあずっと今負けて、負け続けちゃってるんですけど、おそらくはだから、 なんだろう。引っ越し準備とかいろいろ終わって、1月またキャンプみたいなものが多分貼られるでしょうから、練習。それは次2月の中旬、またね、再開。まあ、いわゆるウィンターブレイクあるわけですけど、まあ、あれね。そもそもアジアカップあるからね。その間に練習とかされると思う。そこでね、またコミュニケーション取ってもらえたらいいのかな、なんていうふうに思っています。そして2人目でございます。2人目、カシマアントラーズから、清水エスパルスに、 ゴールキーパー、沖祐也選手の遺跡、しかもびっくり、完全遺跡が発表されました。まあ、ほぼ同時で、えー、鹿島から甲府にあレンタルっていうか、まあ、戻ってたっていうか、そういた中村良太郎選手も、今度新たなレンタル先として甲府じゃなくて、え清水へ行くことともなりました。まあ、ここもでもなんとなくわかるのが、まあ、同時、同じ日、 えー、12月27日だったと思いますけど、えー、センターバックの鈴木義則選手が、まあ、京都行くとかって話が清水から出て、まあ、もう移籍も完了してますけど、まだまだ他にも多分清水からのアウトはあるんだろうなとと思っています。で、だからこそ、まあ、ね、いろんな補強資金はあるみたいなので、まあ J1 級な方々連れて行くってことになるだろうし、沖選手なんかもしかしたら本田選手も抑えて守護神なんじゃないかなと思うぐらいですね。 選手的には、もともと鹿島で育っている人なので、下部組織も鹿島ですし、で、それでもともと今、早川選手の後陣は敗しましたけど、一時期はね、選手ご心で、で、東京オリンピックも残念ながら最後のところで漏れてはしまいましたけれども、行くんじゃないか、クラスの選手じゃないですか。だから J1 で守護に勤めた経験もあり、守護に勤められるだけの実績も持ってる方なので、で、その方が、 出場機会を求めていくっていう発言をしてるので、もちろんどうなるか分からないんですけど、ちょっとこれ、ゴンダさんのまあ遺跡というか、少なくとも、沖選手が、取れるというか、逆に言うと、清水としてはもう出せるっていう自信がない限りは、これ沖選手取れないと思うんで、 出場機会欲しいわけですし。なんでこれはね、ある程度半数以上怪我がない限りは沖選手が出られる確約を持った遺跡なのか、ゴンダさんとのちょっと立ち位置入れ替えなのか、ゴンダさんも遺跡なのかっていうところが、ちょっとなんかザワザワするような遺跡なんじゃないかなっていうふうにはこれ思いますね。あとは、ちょっと心配なのは鹿島。清水の方としては結局、 まあお金はあるって言ってるし、まああとは結局投資はプレイオフで残念ながら勝てなかったっていう流れがあるので、そう考えるとそこの勝敗部分のそのね、最後の最後みたいなところがすごく大事ではあるんだけど、とはいえ補強資金がある程度充実してる分、抜けがあったとしてもそこを防ぎきるみたいなことはできるんだろうなと思ってるんです。だからこのシンパーどっちかというと鹿島の方で、 大木選手クラスで抜けるのかと。まあ、荒木涼太郎選手がこの間東京行きましたけど、彼に関してはま、ちょっとね、なかなか歌手で出番がない状態だったので、環境を変えるっていう意味ではあり、しかもレンタルだったので。で、ただ、そんな荒木選手は、それでも東福岡、いわゆる高体連出身、大木選手はやっぱりユース出身なので、それでも出るかっていうのが、ちょっと気になったところではありました。まあ、これからまた監督も変わって、まあ、新たなチャンスになる瞬間ではあるんですけど、ちょっと とこれだけ抜けがあるとか、そういう話が、庄司選手の町代記もそうですけど、ちょっと気になるところではあるなっていうふうには思っております。で、もって3人目。今度は、山形から名古屋へ、小野正人選手の移籍でございます。もともとは中盤、今、今ね、サイドバックやってる選手ですけど、もともとは中盤の選手で,で、そこから大宮時代に左サイドバックをやって、そこから中盤に入ってくるっていう偽サイドバックだから、ほんと人チェンコパターンですよね。とか、旗手くんパターンで、 で、中盤からサイドバックにコンバートされはしてるんだけれども、やっぱりちょっと駆け上がると、ああ、中盤の選手だな、みたいな感じで動きをされる方だな、というところがあります。で、今回見てると、まあ、トップ来た鈴木くんも名古屋ね、そうだし、あとは山中亮介選手、まあ、彼ら二人に関してはサイドだな、って思う選手ではありますけど、やっぱ前に行くと、サイドバックってよりかは、その前に行った時のその強者感がちょっといい感じ この選手に関しては中にも入ってくれるって感じなんで、名古屋版長戸勝也っぽい感じになるかなと思いますけど。なんで、いずれもこう攻撃の形で、インサイドに入ってくれる方、サイド入り出し型っていうところで、うまく使い分けながらやれるんじゃないかなとか思うから、山中尾のここはちょっとうまく二人併用して、相手の出方次第でちょっとメンツというかね、全体のその戦術パターン変えていくなんてことも名古屋あんのかなと思います。 それは、より、ええー、かから入ったね、千橋はし、啓也選手。そっちの遺跡のこともこう考えてみると、あの、最近のマンチェスターシティ、ペップさんのやり方でもありますけど、結局さ、あの、例えばコーナーキック、コーナーフラックあたりからシュート打ったって、まあ、決まるときはまあ決まりますけど、ほぼ決まんないじゃないですか。ってなったら、やっぱり攻撃って基本的には真ん中 ペナルティーアーククラスのところまではまあ行かなきゃいけない。まあアシストゾーンなんても言われたし、言われたりするし。 あとはゾーン14とかあったりしますけど、やっぱその位置ら辺まで行かないと得点って生み出されないよね。基本的には角度できると真ん中だよねってことを考えるのであれば、サイドはいくら上がって、そこの戻りが遅かったとしても、そのサイドの位置から決められるケースってのはまあ少ないはずなので、チーハス選手をこうゲートガーディアン的に配置しておいて、サイドうまく前の、前に上がってってもらって真ん中防いでおく。そこから千ーハス選手はセンターバックもいつできる選手なので、 まあそこからドロップして、後ろに落ちて、みたいなことのアクションも、まあ可能なのかなって思うから、サイドうまく上げての、まあミドルブロック、ハイ、え、ロープレス、みたいな感じの、戦術を取っていくってケースはあるんじゃないかなというふうに思ってたりします。で、まあここまで聞いた、聞いていただいた方の中で、今日おそらくクリックしていただいた方の中には、まあ浦和ソポの方も多いんじゃないかなと思いますけれども、お待たせいたしました、浦和の話。佐藤陽太井上力と加入決定おめでとうございます。 えー、すでにこれはミルワカのあのヘグモさんの戦術動画のところではお話させていただいているところなんですけど、あのー、裏は今年もう一番の大課題って、これミルワカじゃなくてこっちの動画の方でも出しましたけど、一番の課題はビルドアップです。で、ビルドアップの何が問題かって言われたら、スタート、いわゆるボールを出す側の人と受けて側の人での意思が、あの、一致してなかった。それが一番の問題です。要は、 例えば岩尾選手が、うんここは真ん中にショートパスでこう攻めていこうかな、みたいな意思表示の時に、えー、裏のこうアウトサイドの前線の皆さんが、よし、裏で来いとか、ロングボール俺に待ってます。みたいな感じなんですよね。岩尾選手がショートパスで行きて、つってんだったら、 下がってきて、レイオフで、こう、パン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 、縦横、斜めみたいな感じでできるだけ前に進んでいくとかっていうのが大事なんですが、そこで、前線で固まってそのまま残っちゃってたら、真ん中の空洞化が発生するんで、これは無理だったので、一回サイドを流したり、キーパーに戻したりだとかで組み立てし直しになっちゃうわけですけど、そこの新たな基準点をたくさん設けてくれるんじゃないかっていうのが、ヘグモさんのやり方なわけです。なんで、ヘグモ式が正直本当ハマるんであれば、裏はもう来期あの、優勝だと思います。これ 他のチームの皆さんにも言っておきたいのが、これはかなりそうだと思います。なんで、裏輪がハマらなかった時。まあ、ただ唯一は大会がちょっとね、今年よりかは少ないっていうところがあるんで、あとは、もう一個気になるととしては、今年60試合もやったから、ダメージが回復しきれず開幕しちゃった場合とかで、前半戦でつまずくようであれば厳しいかもしれないですけど、単純に整理された場合、戦術が整理された場合だったら、今のこの裏輪に追いつけるチームはちょっとないんじゃないかなと思ってます。 その中での佐藤陽太、井上力人という二人ですけども、ビルドアップって最近はセンターバックがよくやることっていうふうに思われるかもしれませんが、そこは中盤の岩尾選手とか、あとは他の選手ちょっと降りてきてもらってってところで、そこを全部こう、うまく整理する予定っぽくて、で、一番の問題は、かなり基本に立ち返って、やっぱりショルツ、ホイブラーテ以外がなかなか出なかったっていうパターンと、 センターバックにはビルドアップは最低限備わってくれてればいいから、中盤がそれ引き受けてくれるから、それでボールをロストしてしまった時に、屈強なセンターバックの皆さん、地上戦、空中戦頼ますっていう感じなことやるので、それでショルツ、ホイブラーテじゃなかった時でも、これはあの、ちゃんと守れる。一人でもゲートガードできるような井上力人選手。まあ、守備範囲も広いですからね。J3 から叩き上げっていうところ、ちょっとまたね、皆さんにも見てほしいところではありますけど。 で、プラス、やっぱりアマチュア年代、大学生の時、明治時代の時からも相当すごかったのは、それが佐藤陽太選手でした。まあ、彼に関しては特にガンバ時代は、やっぱ空中戦がすごかったっていうところは多少残してるかなと思いますけど、学生時代、明治時代,時代のその守備範囲を思い出してくれれば、これはショルツ、ホイブラーでついでいける存在に2人なるんじゃないかと思いますので、こちら二人に関組み立てっていうよりも守備のところを覚えておいていただけると、楽しみにしておいていただけるといいんじゃないかと思っております。 5人目はセレッソから水戸へ来た荒井春樹選手ですね。え荒、ー、井選手は一時期、セレティアも平方、セレッソからって言っちゃダメだね、これね。セレッソからティアも平方に戻った上でティアも平方、平方か,から完全移籍で三田に来たっていうのが荒井選手でございます。うん。で、彼に関してはついこの間、この間まではね、あの、海外に行ってたっていうのがありましたけど、まあ、日本戻ってきてセレッソで力ね、えー、また発揮してってことではありましたが、ここは水戸に行くことになりましたと。 で、水戸的に言うと、小原選手が、広島に戻ってしまったってのと、まだ離立は出てないですけど、武田秀俊選手も浦和に戻る予定ですと。であとは後半戦来てくれていた、エーナ虎選手が群馬行くことになっちゃったんで、中盤の若い選手たちがゴロッといなくなったよっていうところなんですよね。なので、サイドハーフのところに、スピードのあるアタッカー入れなきゃいけないっていうのはもう絶対だったので、これは水戸うまい獲得だったんじゃないかと思うし、 ヨーロッパだとか j 1でも結果残してきたこの荒井選手ですから、あとはまあその力を二冠な活気してくれれば、それこそ今年、まあポジションはちょっと違うかもしれないけど、ベルディの中原光選手的な、あれぐらいのインパクトある活躍っていうのは見せてくれるんじゃないかなって思うから、彼のスピードっていうところに皆さん注目いただければいいのかなと思ってます。でそのスピードっていうところから今日の最後、猫、えー、タクコとカネコタクロー選手でございます。 えー、なんで夏行ったばっかじゃんディダモンザグレブでしょどうなってんの最近って思われる方、特に札幌サポの方でもいらっしゃると思うんですけど、あのね、もしかしたらこの冬もうステップアップでフライブルク行くんじゃねえかって記事とか出たんですよね。で、フライブルクに行くかどうかっていうのは、ちょっとわかんないですけど、金子拓郎選手今すごいのがそのドリブルだとか、突破みたいなところに関しては、ちょっとね、手のつけられない存在になってきてるかなっていうのがあったりするんですよ。 ちょっと異次元クラスに大成長を遂げちゃってるなというところがあって。元からあの三笘選手が抜けて以降ですけど、J リーグの中でドリブル一番上手いの誰って言われたら、まあ大半の方がまあ金子田九郎っていう名前を出してるくるんじゃないかなと思いますが、あの最も最近の試合のところででもディフェンス、あの地上戦、これ確かハイディクスプリット戦のスコアレスドローだとかだったと思うんですけど、あの、大体ね、そのインターセプトでもドリブルでもまあ何でもいいんだけど、そういう系の数値、パス以外の数値って、 だいたい一世紀3とかやってたらいい方なんですよ。いい。もう合格点と思ってくれていい。で、この間そのハイリックスプリット戦か、確かハイリックスプリット今主位なんですけど、戦って金子拓郎にマーボール集まんなと思ったら、デュエル、特に地上戦デュエルだけで15戦やってんですよ。さっき3で言ってたでしょで、3で3勝ってたらもう相当すごいんですけど、15回やってて、そんでもって13回勝ってんですよ。で、 ドリブルやらせれば100%勝ちし、で、キーパス2本出してたし、で、タックルでボールも奪ってるから、もう地上戦の王とかしていて、クロアチアの中で。もうね、クロアチア、一時期その怪我とかもあって、どうなるんだろうって時期ありましたけど、もうチームメイトと多分コミュニケーション取って、それでも復帰していこうはもうガンガンで、もう手つけられない存在になっちゃっていて、強いて言えばそのカットインから得点ってものがもっとうま、多く生まれたらもう五大リーグ確定というか、 もうこの冬からでもお、5大リーグのレギュラークラスでもう全然いけるっしょっていうところまで来るんですけど、得点はなかなか難しい。ただそれがすかなりの確率で、アシストの方には繋がってるっていうのがあるので、で、彼をだからウィングとか、それこツートップの一角みたいな使い方をするには、ちょっと得点力がないって見られてしまうかもしれないんですけど、ウィングバックとかサイドハーフみたいな位置で使おうって思うんであれば、ちょっとね、リーグトップクラスの成績を記録してもこれから、 おかしくないぐらいなところまでデュエルの勝率だとか、そのドリブルの成功率、成功数とかっていうのが高い状態なので、これは金子選手、例えばフライブルク行ってウィングバックでシャドウに同案とか、そういう系になったらちょっと面白いんでねえのってところまで来てますので、もしかしたらあるぞ、ステップアップ。その際にちょっと遺跡また札幌にやっていくんじゃねえかってところもあるので、ね、札幌ファンの皆さん、ウキウキしながらちょっと冬のね、冬の間過ごしていっていただいてもいいんじゃないかなというふうに思っております。 ということで今日の6名お話させていただきました。6人って言っておきながら違う選手の名前もたくさん出てきたかなと思いますけれども、まあいずれの選手もね、またご活躍していただきたいところですし国内国外、いろんなところで日本人がさらにこう発展、えー、活躍がまた聞こえてくることをちょっと楽しみにしていきたいなと思います。ということで今日皆さんご清聴ありがとうございました。のーみれくさんとでございました。またです。